魚谷由美は日本プロマージャン連盟所属のプロジャン氏。新潟県柏崎市出身。血液型は B 型。趣味はゲーム、乗馬。YouTube チャンネル、You、m チャンネルにてバーチャルユーチューバーとしても活動している。当初は騎手を志し、トレーニングも行っていたが、2008年にマージャンを覚えてプロジャン氏を志し、地元、 柏崎市愛知県名古屋市のフリージャンソーで働きながら技術を磨く。2009年に日本プロマージャン連盟所属のプロジャン氏としてデビュー。2018年に行われた M リーグドラフト会議にてセガサミーフェニックスから一位指名を受ける。2021年1月16日に同じ日本プロマージャン連盟に所属する宮沢大輔と入籍したことをツイッターにて発表。 2018年ドラフト会議でセガサミーフェニックスから1位指名された。チームメンバーは近藤誠一と加谷森さやか。10月18日の第2試合で女流プロ第1号となる1勝目を挙げる。開幕前には男性プロと対等に戦えると宣言していたが、不審から抜け出せず、個人スコアは全21選手中18位、チームも7チーム中6位で、 レギュラーシーズンを終えた。2019年チームメンバーは、近藤聖一と、かや、森さやかと、和ックス・ア9月30日のシーズン開幕戦で勝利を飾ると、その後も好調を維持。2月27日の第1試合で、国士無双、3月3日の2回戦で4アンコウと、リーグ史上初の2週連続1シーズン2度目の、薬満を上がる。個人としては、 個人スコア首位451.4パート、最高スコア94,400点、10連続試合連帯記録、レギュラーシーズン MVP と最高打点賞の2冠、獲得。セガサミーフェニックスは、レギュラーシーズン首位、チームのファイナルシリーズ進出の大きな原動力となった。名前に、魚が含まれていることに加え、泣き仕掛けを多用する打ち筋から、 最速マーメイドとも呼ばれる。運や流れといった要素よりも、確率を重視するデジタル派ジャンシである。得意な手役は、泣き仕掛けでも漫画になりやすいという理由で根一色。ありがとうございます。